ウォルター・フランクリン・ジョージはアメリカ合衆国の政治家、ジョージア州出身、長年上院議員を務め、仮議長も務めた、民主党所属。ジョージはプレストン近郊の農場で生まれた、メーコンの公立学校に通い、後、マーサー大学に入った。1901年に同大で法律の学位を取得し、弁護士業を始めた。 1917年のジョージア州高訴裁判所の判事として、また1917年から1922年までジョージア州最高裁判所判事として採用された。ジョージはトマス・イ、e、ー・ワトソンの死去に伴う上院議員補欠選出馬のためジョージア州最高裁を辞した。ジョージは補欠選挙で当選したが、1922年11月21日に、 上院が再び招集されたとき、すぐには議席に座らず、指名されたレベッカラティマー・フェルトンが正式に就任するのを許した。彼女は上院に議席を有する、初の女性となり、ジョージが1922年11月22日に就任するまで議員を務めた。ジョージは1926年に再選され、初めて6年間の任期を満了した。 1923年から1957年まで上院に奉職し、1956年に6期目の任期を全うすることを辞退した。当時、ジョージア州の共和党は非常に弱体であったため、ジョージにとって再選に向けた真の戦いは民主党予備選であった。フランクリン D ・ローズベルト大統領のニューディール計画に様々な面で反対したことで、 多くの民主党員の反感を買ったジョージは1938年の予備選で特に厳しい選挙戦を強いられた。ローズベルトはローレンスキャンプを支持したが、ジョージは1938年の予備選でキャンプと友人たるマッチを破った。ヨーロッパで第二次世界大戦が始まった当初、ジョージは上院の孤立主義派の一員であったが、後に米英間の武器対応計画を支持した。 米国が参戦したとき、財務委員会委員長であったジョージは、戦費支出のための法案通過に尽力した。政治家時代のジョージは一貫して、農民を救済する立法の支持者として知られていた。また、当時の大半の南部出身上院議員と同様、人種差別を支持した。上院議員として在任中、ジョージは12の委員会の委員を歴任し、うち5つの委員会では、委員長を務めた。 また、1955年から1957年までは、上院管理議長を務めた。上院でのジョージは卓越した話術で知られ、上院最高の演説者の一人とされた。政界引退直後の1957年初頭、ジョージは、ドワイト・アイゼンハウアー大統領から、北、大西洋条約機構の特別大使に任命された。彼は重病に陥る6ヶ月ほど、 前まで同職を続けた。ジョージア州ビエンナで死去し、ビエンナ墓地に埋葬された。マーサー大学ウォルター F ジョージ法学校、アトランタのウォルター F ジョージ高校と、西ジョージアのウォルター F ジョージ子の名は、彼にちなむ。ウォルター F ジョージ財団は、公職を志望するマーサー法学校の学生に、奨学金の提供を続けている。アトランタのジョージア州議会議児童には、 ジョージの肖像がかかっている。1960年アメリカ合衆国郵政省はジョージを記念する4セントとギッテを発行した。公式な発行地はジョージが終わりの住みかを持ったジョージア州ビエンナである。ありがとうございます。